モウエは中国三国時代の武将。南中の豪族。三国支援義では南蛮の王として知られるが、史実では漢人である。食官の南西を受け、基準した。この人物は、歌謡国史や三国史背中に引く諸書に参見される、県令軍の人。洋が食官に対して反乱を起こした際に、モウエも反乱に加担し、 陽の命を受けて、南中の者たちに、食官に対して、反乱を起こすように説得して回った。225年、諸葛亮が南西してくると、陽は、ただしと、内輪もめを起こして、その配下に殺害され、代わって毛ウが、陽の後釜となった。毛ウは、諸葛亮の前に何度にも渡り捕まるが、その度に放された。諸葛亮は仮に、 武力でこの地を征服しても、食官軍が撤退すれば、いずれ反乱が再発することを予見していたので、現地の人々を振幅させるために、このような処置を取ったと言われている。毛ウエは、最初に捕まった際には、諸葛亮に、軍の陣容を見せられてても、どのような軍か知らなかったから敗れたのであり、これを知った今なら、勝つのは、たやすいと豪語すると、諸葛亮は笑って、 彼を解放した。戦い破れること七度目に放された時ついに萌えは天意であると心服し南人はもう、背かないでしょうと、食官への基準を誓ったという。やがて同年秋9月に、諸葛亮が天地に到達し、この頃に南中四軍は平定された。現地の住民は、老若男女を問わずに、都合の将、陽老、三、武氏亮、毛。 李氏の支配下に置かれた。そこで、諸葛亮はその中から、勇敢な若者を抜擢した。県令軍の三州、主偽下げ軍の孟園らが、孟への推挙によって、管理として召し出されたという。後に孟へは功績を立てて、漁師中進むまで昇進した。さらに、李海、三州とともに、県令軍の名手として称えられている。また、敗将士が、関心春秋。 上用記などの書物から引用した部分に蒙絵の名が記されてあり、関心春秋、歌謡国史には七盾七虜子の逸話などがある。小説、三国志演義では、南蛮の王として登場する。初出は、諸の後主流前則以後の儀の芝居の進言で、総儀が五つの道を使い、諸を攻めるという作戦を立てる時である。南蛮から十万の軍勢で諸を攻めるが、 諸葛亮が、儀のべに対し義兵の刑を実行させたため、南蛮軍は格乱し、退散することになる。そして何度も、諸葛亮と戦い、枝思うだよう、木地大だよう、骨と骨らと組んで、自然と地の利を味方につけた、原住民の協力も得て前線もするが、毎回最後は、敗れ、七盾七虜により振幅して、職に従っている。 現地の少数民族の伝承では、首が取れたままでも動ける不死の術などを用いて、萌えも、諸葛亮を7度捉えたとなっている。ABC 歌謡国史、南中史、植史、諸葛亮伝、三国史辞典など、ハット ABC 三国史演技辞典。株式会社大衆館に店。ありがとうございます。